青森も3月になってやっと春になってきて、でこの時期になるとどうしてもね、まあ、自然の摂理というか当たり前なんだけども、じゃがいもがね芽出てしまいます。で今日ね、今はねじゃがいもの芽が出ないように処理して冷凍保存する作業をしてるんで、そのじゃがいもの冷凍保存の方法をねちょっと動画にしたいなと思ってやってます。で若干落としてると思うんだけども、下でやってます。よいしょ。じゃがいも加熱してます。加熱すればね、まあ生きた状態のじゃがいも、これ加熱してないんだけども、生きたままだったら当然生きてるんだから芽出てくるよね。中のでんぷんが冬の寒いのにあたって糖化して、その糖分使って発芽してくると、で成長するという流れなんだけども、当然生きてるから芽出るんだけども、こういうふうに加熱すればね、生きていないわけだから、魚でいうとこのなんだ神経締めとか息締めとか血抜きとかそういうのに当たるかな、うん、をやって冷凍すれば芽が出ないです。まあ加熱しただけで冷蔵庫に入れてもいいんだけど、どうしてもやっぱ冷蔵庫だったらやっぱ腐りやすいから冷凍っていう判断になるんだけどもね。ほら湯気で出るの分かるかな、見えないかな、まあ、これ出てきてるんで、で今これからちょっと動画撮る都合上ちょっと音がうるさいから閉めるんだけどもね。よし、しまった。ではお話しするんだけれども、まあこうやって加熱しておけば、なんだ芽は出ない。で冷蔵でもいいんだけれども、冷蔵だとやはり長持ちはしないから冷凍するっていう流れなんだけど、でそれの加熱が終わったやつ、まあ 2,3 時間前にやって今冷まし終わったやつなんだけども、これがね加熱したじゃがいも、どのくらい加熱すればいいかって話をすると、だいたいうちのじゃがいもで30分蒸してほしい。でそれでも確認はやっぱり芋の大きさによって変わってくるんで、竹串を刺して貫通するぐらいやってもらえればバッチシ。で茹でるのじゃダメなのかっていうと、茹でるのでもいいんだけども、茹でると鍋の中でさ沸いた時対流するじゃん。それでじゃがいもが踊るわけや、動くわけだ。そうすると皮がむけたり崩れたりするわけで、そうするとやっぱね都合良くないっていうか見栄え良くないんで、まあこれお客さんに渡すもんだから冷凍保存してほしいって言われたからやってるんだけども、ね、こういう風に綺麗な状態で渡せばお客さんの方で好きに使えるじゃん。皮むいても使えるし、そのまま使うこともできる。でそのために綺麗な状態になってほしいから、蒸してふかして冷凍っていう方法をとってます。茹でるんじゃなくて、まああと茹でるんだとほらお湯全部が温まるまでにやっぱ時間がかかるんで、俺それも時間かかるの好きじゃないから、で蒸気っていうのはお湯よりも暖かいはず、確かになった気がするけれども、暑いんで、火の取りも早い。うん。で、あとプラス、そう、もう一個。茹でるとやっぱ、びちゃびちゃして乾きづらいっていうか、なんだけど、これカサカサして、蒸したやつは、表面上、ねちゃねちゃっていう、なんて言うんだろうな、湿り気が少ない、湿気が少なくなるんで、冷凍してても、芋同士がね、くっついたりしないで、ちゃんと、一個一個分かれて、使いやすいの、調理するとき。だから、こういう風に、ふかしてます。蒸してます。その方が俺はやっぱいいと思う。うん。だから、煮るのでもできなくはないんだけども、蒸した方が、後々の状態的にいいかな、と思います。まあ、あと、蒸しても、茹でても、潰してマッシュな状態で、袋に入れて、冷凍するっていう手もあるだろうし、まあそこは、おのおの、やりたいことやってもらえれば。で加熱して冷凍するっていうのがまず一つの基本 で加熱が終わったらもうちょこっと厚手のビニール袋に、まあ、重さうちは1キロでやってるけど500なら500使いやすい量で入れて冷凍保存してもらえればいいと思います。で今前に冷凍したやつがあるんで、ね、ストッカーに入ってんの冷凍ストッカーにね、よいしょ、1回に3キロできるから、まあ、1キロずつやってるから、これで1つ1キロ、これ昨日冷凍したやつだな。24時間経って、よいしょ、冷凍終わったやつなんだけど、ほら、バラバラでしょ。ついてないじゃん。で、音もカタカタ、ね。で、崩れることも、崩れてる様子もないよね。うん。だからこれがやっぱさ、お客さんの方で使いやすいと思うから、こういう風にやってます。うん。だから蒸すことをおすすめします。うん。で、あ、そうそうそう、なんだっけ。使い方、使い方。ね、こうなったら、戻すとき、ふかしてほしい。ふかせば十分戻る。常温で置いてからふかしてもいいし、茹でてもいいし、まあ、お客さんの方で茹でてるらしいんだけどね、ふかした方がいいと思うんだけどね、喋ってるんだけどもさ、まあ、親戚なんだけどもさ、うん、ね、
ふかして加熱して、まあ、レンジでチンでもいいし、で結構使い勝手いいんだよ。その後うちでもね、出荷しないサイズのちっちゃいやつを冷凍して使ってみたりとか試したりしてるんだけども、特に問題なく使えてるんで、なんだっけ、コロッケでもポテトサラダでも煮っころがしでも何でもできるか、それぐらいできるんであれば何でも芋餅も作れるし、フライドポテトとかもやろうと思えばできるんじゃないかな。まあ、フライドポテト生の方いいかもしれないからあれだけども、一回加熱してしまってるからでこれ生でやるとさ、なんかこう食感良くないんだよね。だから一回加熱をして自分が好みの硬さまで茹でて加熱をした上で冷凍する。でそうすると次の料理にも使いやすいんで、やはり加熱してからっていうのがおすすめかな。生では生だったりちょっと固めだったりすると食感良くなかったなーっていう感じなんで、できれば加熱してやってもらえればなと思います。じゃがいも結構ね、冷凍保存できるってことを知らないっていう人も結構いたんで、プロの農家さんでお料理もでっかくじゃがいもやってる人でも、まあ、できるのっていう感じでさ、SNS にあげるとねっていう話をしたりとかもしてたんで、まあすごいできますよっていうことで動画にしたんで、皆さんもね、じゃがいもを、まあ、1年後、まあ、これ1年後でも、これはこの間やったやつだけども、これやる前に冷凍庫空にするときに出てきた1年前のじゃがいもも食べて美味しかったんで、1年経っても大丈夫でした。ね。なんで、長く保存したいっていう方は、大量にできちゃった、いっぱいできちゃったっていうときは、こういうふうに冷凍保存をするっていうのも、一つの手なんで、やってみてもらえたらなと思って、今回動画にしました。ね、本当にいっぱい取れた時ってさ、そのまま貯蔵しとくっつうのもちょっと都合悪かったり、芽出たりとか腐ったりとかもするんで、こうすれば腐ることもないし、おすすめなんでやってみてください。